ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙聞いて、私この間宝くじ買ったら、1万円当たっちゃったのよ。ほう。すごいじゃないか霊夢。当たるもんなんだな。いやー、やっぱり夢は買うものなのよ。魔理沙も買った方がいいわよ。そうか？でも霊夢、世の中には宝くじなんかよりもずっと夢がある。懸賞金をゲットする方法があるんだぜ。宝くじよりもずっと夢がある。一体何なの？それは？その方法は、ユーマを見つけることだ。ユーマを見つけること。それじゃあ、今回は懸賞金のかかっているユーマについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。待ってマリサ、未確認生物を見つけただけで懸賞金がもらえるの、そんなバカな。バカだと思うか？霊夢。しかし、実際本当に懸賞金は出されているんだぜ。今回はそんな未確認生物の中でも、懸賞金がかけられている生物を紹介していく。まずはじめに紹介するのは、ツチノコだぜ。出た、未確認生物といえばこいつ、って感じよね。ツチノコは日本に生息すると考えられている未確認生物の一種だよな。その体は蛇のようなトカゲのような見た目をしているが、蛇にしては胴体が太すぎるし、トカゲにしては手足がないということから、未確認生物として認定されているようだ。さらに、蛇といったら特徴的なのが蛇腹と呼ばれる伸縮性のある腹が見られない、という特徴もあるそうだぜ。蛇のようで、トカゲのような特徴はあるけど、それらとは全く違う生き物ってことね。ますます不思議に感じてしまうわ。また、鳴き声はチーというらしく、非常に素早くて、2メートルほど跳躍することもできる。なんだかだんだん、空想上の動物のようにも思えてくるくらい設定がてんこ盛りだわ。ツチノコはどこで発見される生き物なんだっけ？ツチノコは、北海道や南西諸島を除けば、ほぼ全国で目撃情報が相次いでいる生き物だぜ。現代では、岐阜県にある東白川村にて、ツチノコフェスタと呼ばれる催し物が行われている。なんと2023年現在においても、そのツチノコフェスタが行われることになっているんだ。結構昔からいる未確認生物だと思うけど、今でもそんな催し物があるんだ。そうだぜ、開催日は2023年5月3日らしいから、状況などを見ていってみるのも面白いかもな。さて、ここまで話してきたわけだが、このツチノコフェスタで、もしツチノコが発見できたら、なんと懸賞金、131万円が出ることになっている。131万円、見つけるだけで。もちろん、見つけるだけでなく捕獲をした時だけどな。参加する際には、ツチノコ本気捜索隊参加チケット、というものをもらう必要があるそうだ。そんなに本気で探しているのね。でも、どうして131万円なんて中途半端な金額なの？どうやらこうしたツチノコ捕獲企画は全国で行われているみたいでな。過去に新潟県糸魚川市で行われたツチノコ探しでは、生存捕獲した場合、1億円が贈呈されるという、企画もあったみたいだぜ。1億円。それはさすがに、金額が大きすぎて想像できないわ。残念ながら、これまでツチノコの発見はなかったし、1億円という金額は現実離れしているからか。新潟県のツチノコ探しは、現在は行われていないようだぜ。そっか。それじゃあ今もやってるのは、さっきの東白川村くらいなの？ちょっと探してみた感じでは、2023年現在でも行っているのはそこくらいだったな。もしかしたら、他の都道府県でもやっているかもしれないが。でも、どうせ見つけるんだったら131万円の白川村より1億円の糸魚川市で見つけたいわよねー。それができるならその方がいいかもしれないが、まあ、1億と言われると現実味がなさすぎて、なかなか行かない人が多いんじゃないかな。131万円くらいが、見つかったらラッキーくらいで、ラフに行ける金額なのかもしれない。なるほどねー。でも、今までその懸賞金って出されたことはあるの？残念ながらないぜ。だってツチノコは未だに発見されていないんだからな。やっぱり、夢っていうのはなかなかつかめないのよね。まあ、ツチノコの正体は本当は青じたトカゲという胴が太く、手足が短いトカゲだという説があるから、ツチノコ自体は存在しないんじゃないか、とすら言われているからな。わあ本当だ。足が短くて、こんな低い草にも隠れてしまっているわ。これじゃあツチノコと見間違えるのも無理ないわね。もちろん本当にツチノコである可能性はあるんだが、まあ、いっそのこと見つからないのも、町おこしのためには必要なことかもしれないんだよな。そっか。ツチノコを探しに来た人って、その町でついでに買い物とかしていくものね。そうなんだよ。ツチノコが見つかったら世界的なニュースになるかもしれないが、それは一時的なこと。何十年先のことを考えると、見つからない方が町のためってことになる。そう考えると、難しいわよねー。捜索隊を出すっていうのも。
続いて紹介するのは、ジャージーデビルだぜ。あ、私この生き物も聞いたことあるわよ。結構有名な未確認生物だからな。ジャージーデビルはその名の通り、アメリカ、ニュージャージー州に現れた悪魔のような未確認生物だ。コウモリのような翼を持っていて、顔は馬のような羊のような見た目をしている。体長は 1.8 メートルほどと、人間から見たらそれなりの大きさであるようだ。また、目が真っ赤に光り、細長い尻尾を持っているのも特徴の一つと言えるな。まさに悪魔って感じの見た目をしているわね。これも町おこしのために懸賞金が出されているのかしら？いや、ジャージーデビルに関しては、そんな平和な話ではないんだぜ。え、ジャージーデビルは出没した際、人間を襲ったことがあるんだよ。な、何それ？そういうタイプの生き物なの？発見自体は18世紀頃からされているんだが、1909年1月頃、市外電車がジャージーデビルに襲われ、さらにそれによって駆けつけた武装警備員がジャージーデビルに攻撃をされたという情報もある。1980年には、家畜を襲って逃げていったという情報まで残されているくらいだ。そんな、ジャージーデビル、そんなに恐ろしい生き物だったなんて、最初は目撃されているだけで、特に何かしてくることはなく、おとなしい性格の生き物に思えたようだが、攻撃をしてくるとあれば、市民も何もしないわけにはいかなくなってくる。家畜も襲われて困っている人も多いということで、ジャージーデビルは駆除対象として認知された。そして見事駆除に成功した人には、10万ドル、おそらく当時の日本円にして、1000万円ほどの、懸賞金がかけられることになったんだ。駆除したら1000万円、とんでもない金額ね。それだけ人間に対して危害を加える存在だと、認定されてしまったということだな。まあ、そりゃそうなんだけど、駆除って、もうちょっと捕獲とか、穏便にはできないのかしら。もちろん生け捕りでも構わないだろうが、根本的に解決したいのは家畜の被害をなくすことだからな。物事の優先順位が違うっていう話だろう。だが霊夢の言いたいこともわかるぞ。貴重な未確認生物だ。駆除してしまうのは、ちょっともったいないというか、悲しい話だろう。そうなのよ、生物学的にも貴重な生き物を、危険だからって理由で駆除しちゃうだなんて。まあ、そういう理屈ってパニックホラー映画でよくいるキャラクターの理屈なんだけどな。それはともかく、ジャージーデビルは確かに、未確認生物としてはまだ謎の多い生き物だ。何度か撮影されている様子はあるが、はっきりとした正体は未だにわかっていない。ふむ。これだけ姿を現してるんだし、何かしら正体がわかりそうなものだけどね。一応正体の一つとして、ウマヅラコウモリというコウモリが挙げられているんだが。ウマヅラコウモリ？どういう生き物なの？こんな感じの見た目をした生き物だぜ。うわぁ、悪魔だぁ。悪魔に見えるだろう？でもこれはちゃんと実在するコウモリの仲間なんだよ。こんな見た目でコウモリなの？ちょっと信じられないんだけど。ウマヅラコウモリは中央アフリカに生息するコウモリなんだが、サイズは20から30センチ、翼を広げると1メートル近くの大きさになるらしい。翼を広げた状態なら、確かにジャージーデビルに見えないことはないかもな。でも、中央アフリカに生息しているんじゃ、どうやってニュージャージーに来たのよ？それに関しては、未だに謎だな。一応絶滅の危機に瀕しているわけではないから、アメリカに連れてくること自体は可能だが、どこかで飼っていたウマヅラコウモリが逃げてしまった説が、一番現実的だと思うぜ。でもどうせだったら未確認生物のままがいいわ。だってその方が、1000万円もゲットできるんでしょう？ああ、残念ながら近年ではジャージーデビルによる被害はほぼないみたいだから、1000万円もらえるっていう話は、今のところなくなっているみたいだぜ。そうなの、なんだ、私だったらすぐにでも見つけて、1000万円ゲットしたのにな。足、震えてるぞ。続いて紹介するのは、ビッグフットだぜ。出た、これも有名な未確認生物ね。それにしても、どうしてこうも有名どころばかり出てくるのかしら？懸賞金がかけられるってことは、それくらい知名度が高いってことだからな。例えば、アフリカの奥地に伝わる謎の未確認生物くらいじゃ、懸賞金を出したところで、誰も来たりはしないだろう？町おこしや、甚大な被害が出ていない限り懸賞金ってのはなかなか出ないんだよ。なるほどねー。結構な有名どころの未確認生物じゃないと、懸賞金は出ない。か、ビッグフットの話に戻すが、ビッグフットはアメリカの至るところで目撃されている未確認生物だ。なんでもその伝説は古く、先住民であるインディアンがいた頃から、そいつは存在していたとされている。そんな昔からいる生き物なんだ。身長は2メートル、体重は300キロほどあるとされ、二足歩行で生活している。足跡はかなり大きく、47センチあるらしいぜ。人間の成人男性で28センチとかそれくらいだから。それを考えると、かなり大きいことがわかるわね。
類人猿型の未確認生物は数多く報告されているが、イエティ以上に有名なのが、このビッグフットだな。嘘か本当かはわからないが、1924年に、一度アメリカ人がビッグフットの背中に銃弾を撃ち込んで、射殺したことがあるらしいぜ。殺したの？そうみたいだ。しかしその夜、どうやら仲間の仇を撃ちに来たビッグフットの仲間が、撃った犯人を襲いにやってきたらしい。ビッグフットたちは丸太を使って人間に襲いかかった。なんとか銃撃をしながら応戦し、人間側は命が助かったらしいが、ビッグフット側は、銃撃に臆さず攻撃をやめなかったらしいぜ。怖すぎるんだけど。でも、銃撃を聞いても全く逃げないって、よっぽどどう思うなのね。まあ、射殺したという割に死体の話が出てこないから、この話の信憑性はわからないんだけどな。もっとも、仲間の敵討ちをしに来るほど知能が高いから仲間を弔った可能性も捨てきれないんだが、ビッグフットによる被害はそれだけじゃない。牧場の襲撃や、食料庫の襲撃など、多岐にわたる。ってことは、ビッグフットもジャージーデビルみたいに危険だから懸賞金が出されたって感じ。いや、ビッグフットに関しては、むしろお祭り騒ぎって感じになっているみたいだぜ。もしもビッグフットの存在を証明できれば、日本円にして8億円を出すという企画もあったようだ。は、8億円、急に金額がぶっ飛ぶじゃない。他にも、オクラホマに住んでいる人限定で、ビッグフットを捕まえた人間には、最低でも259万円の賞金を与えるなど、賞金祭りが起きていたみたいだな。すごい。ビッグフットの経済効果。今のところ、ビッグフットは発見されていないし、最近ではクマの可能性が高いという研究結果が、出てしまっているが、今なおビッグフットの存在を信じてやまない人は多いようだな。それだけ影響力のある未確認生物ってことね。っていうか、クマっていう研究結果出てるの。ああ、ビッグフットといえては、それとおぼしき足跡に毛が残っていたから、持ち帰って調べてみたところ、クマの毛だったと判明しているんだぜ。そんな、それじゃあ伝説の未確認生物は存在しないってことになっちゃうじゃない。諦めるのはまだ早いぞ霊夢。クマだと分かったとしても、ビッグフットは、世界的に有名になりすぎた未確認生物でもあるからな。地元住民だけでなく、アメリカンドリームを狙って、ビッグフットを探しに来る人はいるみたいだぜ。すごい。ツチノコを探しに行くノリでビッグフットを探しに行くなんて、冷静に考えたら確かに、ツチノコがいる森を探すのとは危険度が全然違うだろうからな。ビッグフットを探しに行くなら、それ相応の覚悟が必要だと思うぜ。なるべく覚悟してから行くことにするわ。続いて紹介するのは、ネッシーだぜ。出たわねネッシー。ネッシーも有名な未確認生物だものね。そうだな、イギリスのネス湖で目撃される未確認生物だとされているが、最古の記録としては、565年にアイルランド出身の聖職者が発見したというものがある。その次から目撃情報が出たのは1933年以降。どうやらネス湖周辺で道路整備が行われ、人通りが増えたことがきっかけのようだ。ネス湖の湖畔にホテルを建てた夫婦が、頻繁にネッシーを目撃することになったようだぜ。それが話題を呼んで、どんどん観光客も来て、ネッシーが有名になったって感じなのね。そういうことだな。ネッシーの見た目は、いわゆる首長竜に近い、プレシオサウルスの生き残りではないかと考えられているんだぜ。プレシオサウルス、確かにネッシーが水面から首を出している姿に似ているわね。それで、ネッシーにも懸賞金がかけられたのよね。一体いくらだったの？ネッシーをもしも発見し、存在を証明することができたら、賞金として100万ポンド、日本円にして2億4000万円を贈呈すると報じられたらしいぜ。2億4000万円、凄まじい金額だわ。湖畔の近くには、多くの観光客が押し寄せ、その多くが手にカメラを携えていたようだ。写真を撮っただけで、存在の証明になるのかは甚だ疑問なんだが、まあとにかく、ネッシーによる経済効果は凄まじいものだったらしいな。それだけ多くの観光客が来たんだもの。湖畔のホテルも毎日満員だったでしょうね。そうだろうな。しかし霊夢、知ってるか？ネッシーの話は、作り話だったという話を。あ、ちょっと触れないようにしてたんだけど、あの話って本当だったの？ネッシーがいないということの証明にはならないが、有名なネッシーのあの画像は、エイプリルフールの際にジョークのつもりで撮影したものだったと撮影者本人から告白されたんだ。そんな、せっかく多くの人が存在を期待して、カメラまで持ってきたっていうのに、なんせ2億4000万円の用意までされていたんだしな。この事態には、多くの観光客が落胆したことだろう。しかしだ、観光客だってただで転ぶわけじゃない。この告白に対して、懐疑的な目を持ったんだぜ。どういうこと？ネッシーが偽物だという報告を、盛り上がっている時にするなんて不自然だと考えたんだ。きっと、ネッシーが有名になりすぎたから、
保護をするためにフェイクだと嘘をついたのだろう。ネッシーファンたちはそう捉えるようになったんだ。撮影者本人がジョークだって言ってるのに。みんな、それだけネッシーの存在を信じているってことだな。もちろん、私だってネッシーは実在してほしいと心から思っているぜ。でも、フェイクだって発表しちゃった以上、懸賞金はもう出なくなるのよね。それはまあ、仕方ないよな。すでにネッシーへの関心は薄れて、今では昔の未確認生物っていう認識になっている人も多いんだから。しかし、今でもネッシーファンは多くいるみたいだぜ。ネス湖に入り浸って、ネッシーを守っていると主張する人もいるくらいだからな。ネッシー、フェイクだって言われたり、守ってるって言われたり、大変そうね。でも、本当に実在するんだとしたら、霊夢だって見てみたいだろ。そりゃあもちろん、未確認生物はどんな生き物だって見てみたいと思ってるわよ。でも、できれば懸賞金が出ている時に見つけたかったわね。何言ってるんだ、ツチノコは今でも懸賞金の出るイベントが行われているじゃないか。東白川村まで行って、ツチノコを探してみよう。でも東白川村ってすっごいど田舎なんでしょ？私行くの嫌だな。東白川村に謝れ。他には懸賞金の出ている未確認生物っていないの？他にか、いないこともないが、ネッシーの親戚と言われている生き物が、懸賞金にかけられていたことはあったみたいだぞ。ネッシーに親戚がいたの？そいつの名前はペピー。アメリカのペピン湖という湖に住んでいると言われているらしい。なんか、聞いたことのない未確認生物だけど、有名な未確認生物以外は、懸賞金が出ないんじゃなかったの？基本的にはそのはずだが、例外はもちろんあるぜ。ただ、ペピーに関しては私はちょっと疑ってるぜ。というと？ネッシーブームがちょうど冷めたあたりに、目撃されたという情報が出てきた未確認生物だからな。ネッシーのようなブームをペピン湖周辺でも引き起こそうとして生み出した、架空の存在なんじゃないか、と思ってるんだよ。そんなことあるかしら。結局あまり話題にもならず、マイナーな未確認生物とかしてしまっているわけだが、実在しているんだとしたら、もうちょっと真剣に探してみてもいいんじゃないかと思う。金にならなかったから大々的に取り上げなかったんじゃないかというのが私の考察だぜ。未確認生物ビジネスってわけね。懸賞金が絡むと、そういうことも起こるのかしら。悲しいが、未確認生物を利用する場面はどうしてもあるものだ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。